はい、では化粧をかける工程に入っていきたいと思います。化粧というのはこちらにあるのが化粧なんですけど、ちょっと見たところ上薬とよく似てるような感じがしますけれども、これは上薬、釉薬ではありません。どちらかというとこの粘土なんですね。粘土の白いところを集めたものだというふうに思っていただきたいんです。世界中どこに行ってもですね、色がついてる粘土って比較的簡単に見つかるんです。ところが白い土っていうのはなかなか出てこないんですね。もし出てきたとしても数が少なくて貴重なんです。そこで、生地だけは色のついた粘土で作っておいて、後から白い土を上からかぶせて白い器に見せるという技法が世界中で発達いたしました。これが化粧と言われている技法です。私が用意したのは白化粧、白っぽい色になる化粧土と、それから、これは今そこを削ったばかりでまだ湿り気が残っている状態のメシワンですね。化粧するために大事なのはハケなんです。このハケを使ってわざとハケ目を残すことを、ハケ目っていう装飾の一つにするんですけれども、ハケの選び方で随分作品の表情が変わってしまうんです。ちなみにこちらは、ミゴホウキっていう商品名でホームセンターなんかに売ってるホウキの一種です。これを使ってハケ目をしていきましょう。いくらなんでもこの器にこれでは大きすぎますのでね、少し大きさを調整します。自分が使う分だけ分けて、これを輪ゴムで束ねてしまいます。はい、この化粧土は、化粧土の中でも比較的濃いめになってます。このように表面が片方に寄せると寄ったままになるような硬さです。角が立つほどではありませんですね。化粧はなるべく細かく動かないで大きく動く。えい。内側にも同じように、これで出来上がりです。少し慣れてきたらろくろなんかも使わなくても結構。空中で手の動きに任せて大きく化粧土を入れてあげる。はい、これで出来上がりです。続いてハケを変えてみましょう。今使ったハケは少し固めのハケで、化粧土も固めにしてありますけれども、今度は柔らかめのハケで柔らかめの化粧で入れてみます。化粧土の中にたっぷり含ませます。外側から大きくたっぷり塗ります。内側も同じように大きく塗ります。いらない化粧土は外に出してください。これで出来上がり。随分ハケの硬さ、化粧の硬さによってハケ目の表情が変わると思います。皆さんもお好きなハケ、お好きな化粧土を探して面白いハケ目作ってください。